あのまあ、100万人までねあの、100万人目指して頑張ってるんですけど、まあね、頑張りたいと思います、本当に <laughs>。長いようで、あっという間だと思うのでね、なんかこう、これまた勉強に通ずることなんですけど、100万人っていう、そのまあ、高い目標ってあるじゃないですか、目標ね。その100万人っていうのだけ見てて、 言ったら、それまでの道のりって相当長いので、結構心折れちゃうと思うんですよ。でもなんかこう、毎日何本とか、毎週動画を何本出すとか、こう、ある程度長期の目標をまず設定しつつ、その目標っていうのを担保に、えー、短期間の目標っていうのをたくさん設定して、まあ、とりあえず今週これやる、今週これやる、今週これやるっていうことを繰り返していくと、気づいたら、あ、もう68万人か。 あじゃあ32万人、結構なとこまで来たな、みたいなね。受験勉強もそうなのかなと思います。もう、このに、えー、大学に受かるために、このね、参考書、ボーン、全部やんなきゃいけないっていうので、それだけしか目標をすあの設定しなかったら、絶対に心折れちゃうので、ね、だって、一日めちゃくちゃ頑張ったはずなのに、その全体の目標のこれしか進めなくて、うわ、これ無理だわ、みたいな感じになるじゃないですか。 だったらもう今月やるべきこと、今月はこれ一冊やるんだ、みたいなね。で、じゃあ今月これ一冊やるためには今週これやんなきゃいけないっていうふうにちょっとずつまあブレイクダウンしていって、まあその、じゃあ今週はこれやる、今週はこれやるっていうふうに目先の目標っていうのをしっかりと設定していくことによって、まあそれがね、 えー、まあ、続けるっていうのも大変なんですけど、まあ、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月ぐらいね、やっていく中で、どん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 、ま、その成長っていうのを感じられて、あ、気づいたらここまで来てたか、みたいなね、感じになるんじゃないかなと思います。はい。